外側に通気性のある生地をしたとしたときに、うん、外に雪とか雨とか降ったら漏れてきちゃうんですか。あの寒くて雪だったら大丈夫、雨はダメですけど。雨はダメですね。あ、雪は大丈夫なんですね。で雪だったら結露しない、例えばしにくい。南極とかだったらもう防水なんか全く必要ないんですよ。へえ。防水ない方が僕らの吐く息の水蒸気すごい量なんで。あ、じゃあゴアテックスは関係ないですね、防水は。あのね、ええ、防水関係ないです。へえ。逆にゴアテックスはやっぱり普通のこういう生地に比べて通気性がないんで、蒸気は逃げるんですけど、すごい、こんなにサラサラなテント内があるんですね。まあこれは全然もうこれは防水でもないし、うん、通気性のある生地なのと、今火を焚いてるんで湿気が全部乾いてるんですよ。でもあっちはすごいですもんね。完全防水なんでやっぱり濡れてますね。濡れるんですよ。すごい。はい。なんですけど、凍っちゃってマイナス何十度とかになるところはゴアなんて全く必要ない。なるほど。入って通気性がないんで。なるほど。じゃあ結露しちゃうんですよ。ちょっとした雨の山だったらゴアは必要あるけど、雪山本気のマイナスとかの山は必要ないんですね、ゴアは。この内側に内張りっていうのをガーゼみたいな、もう目の粗い生地をつけて30にするのがもう一番いいです。なるほどね。通気性のある生地を重ねる方が冬はいいんですね。雨は別として。ゴアだとダメなんだね。そう、ゴアはやっぱりこう日本とか梅雨時期とか、ええ、温度は高いけど雨が降るとか、ああもうそういうところではいいですよ。雨のもうそこもね、もう梅雨ダクダクですね。カルセンツなんかはもうゴア最高です。へえ、なるほどね、はい、凍らないし、